サーの反応は地下を指してるぜ。地下？それなのにこんなに強い反応があるなんて、一体どれほどのシードが存在するっていうの？間違いないね。ここがシードの生産拠点だ。
これはバイオタンクの制御装置ね。破壊すればタンクを暴走させることができそうよ。
今トレーさんが反応しなかった？そう？気がつかなかったな。ミカの気のせいじゃないの？それならいいんだけど。まさか、どうしてこんなところに。ウッドパウンドマックス、バラッドバードリー、ベアウォーケン、ミレニオンの幹部3人が合体しているわ。制御装置がある。そいつを破壊すればダメージを与えられるかもしれない。これが制御装置ね。
く？ここが爆発するまでの予想時間は？俺の計算だとあと150秒。このまま順調にいけばギリギリ脱出が間に合うはずだ。エヴァリやば、リフトの速度が低下してる。スパイク、リフトの出力最大。ダメだ、速度上がんない。そのバケモン重すぎだよ。聞こえてた？とにかくそいつを倒して、早く倒さないと研究所の爆発に巻き込まれてしまうわ。お願い、うちに帰ってきて。派手にやってくれたものだ。さすがは死神と呼ばれた男。直にその姿を見るのは何年ぶりになるかな。貴様のような骨董品がまだ稼働しているとは少々驚いている。応急処置を早く。十字、そのセンターヘッドってのは何なんだ？
地獄の番犬の三つ目の首だ。グレイブの持つケルベロスはライトヘッドにレフトヘッド、左右二つの首の名を持ってる。だがケルベロスにはもう一つ真ん中の首が残ってんだよ。つまり奴の持っていた銃がそれだ。ケルベロスシリーズのラストバージョン、イカれた学者どもが機器として作ったまさに魔物の銃さ。ただあまりに強力すぎて扱える死人なんざほとんどいなかった。一人を除いてな。それがファンゴランだ。奴だけはあの化け物を軽々と振り回してやった。純粋に破壊力だけなら最強の死人かもしれん。随分と詳しいんだね、ネクロライズ計画のこと。仕方がねえ。その顔は。いまいましい話だが、古巣なんだよ、あそこは。もう十何年も前のことだが、俺はな、仕事で下手打って死んだんだ。目が覚めたら奇妙なシリンダーの中で薬品漬けでよ。今も忘れてねえぜ。外から覗き込む薄ら寒い表情のガキの目、そいつがガリーノだったのさ。まったくよ、それからが地獄だった。俺はあいつに鋼鉄のベッドの上で文字通り切り刻まれたんだ。何日も何ヶ月も俺の体を使ってありとあらゆる実験を繰り返しやった。そしてもうメスを入れるところがなくなったと思ったら、あの野郎最後に何をしたと思う。これさ、ぶち込みやがった。開発途中のシール、虫の息になるまで苦しんだぜ。最後はもう一度死んだ。じゃあどうやって。わからねえ。もう一度目覚めたら廃棄所だった。なんだかわからねえ生肉のクズやなんやらと一緒だった。俺が生き残れたのは多分この呼吸法だ。双葉流秘伝の仮死状態で体内の均衡を維持する。俺は死人とシードの混ぜ物なのさ。それも微妙なバランスのな。これ以上シード化が進行しない代わりに血液を交換しなくても済む。だがひとたびバランスが崩れたら、この呼吸法を止めたら、俺は。ひどい。ずっと緊張が続いている。この状態いつまで持つかわからん。俺をこんな体にして捨てたい奴を俺は許さねえ。旦那、どうだい。よくないわ。修復機能の一部がショック状態で、傷が全く塞がらない。もう冷凍血液の残りも少ないようだな。死人ってのはよ、恐ろしく燃費の悪いアメ車みたいな技術なのさ。肉体を維持するには大量の血液がいるんだ。しかしな量を一体どこから仕入れてきたんだ。それは。でもよ、十字、あちこちで献血してるじゃないか。学がねえ野郎だな。あれは公のもんだ。個人で死体に注ぎますなんてんで手に入るが、血ってのは現代法では臓器扱いでな、売買は禁止されてるんだよ。ま
さか。それは？それじゃあ、あの大量の血液はみんな？分かったかよ、カバネ十字。あんたが今までミカに何を言ってきたか、よく思い出してみてくれ。新規くせえ曲だ。別のやれ、アルビ。おいとましそびれたな、十字。ミカが泣いている。地球がひっくり返るような悲しさだ。始まったよ。あんなガキでも女とありゃすぐ入れ込みやがる。頭冷やせ、エロ幽霊。まったく、お前ってやつはほとほと呆れる男だね。なぜそんな冷たい言葉が吐けるんだ。他人だからさ。バカ言うな、バカ。こっバカ。悲しんでいるレディーは優しくされることが必要なんだ。全ての男が何かしなきゃならない。例外なんかないんだぜ。まくしたてんな、うっとうしい。勝手に何でもやってやればいいじゃねえか。俺は止めてねえ。お前さ、もっと素直になれよ。100分の1でも。てっ、知ったこっちゃねえぜ、あんなメスチビ。ミカ。いや、ママ、私一人じゃいかない。ママ一人置いていけないよ。ミカ、お願い、話を聞いて。ミカ、ドクター時岡に会いなさい。生き延びるのよ、ミカ。ママ負けないで。やっぱ限界あるよな。このままこんなこと続けてたらミカの体が参っちまう。仕方ないわよ。違う血液型を混ぜるわけにはいかないじゃない。ありがとう、スパイク。でもね、この輸血で逆に私は支えられている気がするの。ダディ、ママ、時岡、私はいろんな人たちに助けられて今ここに生きているじゃない。だから私思うことにしたの。みんなからもらった命がこうやってグレイブの役に立つのなら、私が彼とみんなをつなげていることにもなるって。みんながファミリーでいられるなら、これがたった一つ私がグレイブのためにできること。ないわね。いつもの調子はどうしたのよ。ほら、そんな顔しない。あなたも大切な家族の一員よ、スパイク。ミカ、血がつながってないとかそんなことじゃない。頭じゃなくて、ここがあなたを迎えてるのよ。ありがとう。パックを交換しなくちゃ。ミカ、グレイブの血圧が下がってる。修復機能が再起動したんだわ。やばいよ、今の血液の量じゃ完全な組織封鎖には間に合わない。バイパスをこちらに通して、私から直接注入するわ。バカ言うなよ、自殺行為だ。かけるしかないわ。私の血全部を使い切るまでにグレイブの組織封鎖が終われば。なんで起き上がれるんだ。
死人だって同じさ。体を動かすのはいつだって宿っている心の力だ。旦那、負けたぜ。あんたこそ最強の死人だ。最後の砦、組織の戦力の中枢をなす、まさにドンの要塞よ。至る所に完全武装の敵が待ち構えてる。文字通り牢城ってわけか。すし詰めの敵が目に見えるようだな。組織の構成員、ドンの雇った傭兵部隊、加えてシード化したオーグマ、そしておそらくはあのファンゴラン。まったくもってのフルコースだね。この戦力は今までの比じゃないよな。対してこちらの戦力は3人。無謀もいいところだが、何か作戦を考えないと。今さら何言ってやがる、このメスチビ。血の巡りの悪い頭でごちゃごちゃ考えるな。もっと手早く行け、手早く。とっとと正面から乗り込んで、素早く残らず蹴散らす。お前もようやく分かってきたな、アルビー。十字、まさかお前本当に気づいていないなんてことは。お前にはな、それ一つしかパターンがないんだ。てめえ、アルビー。このクソヤギ。まあ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 。この城を落とせばドンの組織が壊滅する。文字通りの最終決戦よ。ここで全て終わりにしましょう。オッケー。よーし、じゃあ頑張っていきましょうか。刻むぜ。みんなどうか無事で。